モブキャラ伝説モブピです。なんとなんとチャンネル登録者数1万人ありがとうございます。イエーイ、本当に本当に皆さんチャンネル登録していただきありがとうございます。ありがとうございます。1ヶ月ちょいでこんな1万人も突破できると思ってなかったんで本当に嬉しいです。お尻の肩を取っていくよ。水着です。 YouTube さんエッチじゃないです。怖い、怖い。あー冷たい。やば、めっちゃ良くないですか。完成しました。ということで、なぜ私のチャンネル登録者数がこんなに多いかというと、そうなんです、何もかもお尻のおかげなんですね。本日はそんな自分のお尻に感謝して、お尻を立てまつりたいと思います。そのお尻を偶像崇拝したいと思います。家が汚れちゃ嫌なので事務所に来ました。今事務所に誰もいないので社長の悪口言い放題ですってる。自分のお尻の肩を取っていくよ。ご用意するものは肩トール、自分の下半身分の数買ってまいりました。イエーイイエーイ。この肩トールと石膏ダンボールもご用意いたしました。お尻を取っていくよ。 YouTube 大好き。水着です。 YouTube、 これ水着です。水着です。 YouTube さんエッチじゃないです。これで肩をねいきたいと思います。ボールペンぐらいだと容易に挟むことができます。 YouTube 大好き。完成。2週連続で白い粉。怪しい白い粉ですね。すげえ。よいしょ。混ぜろ。耳を覚まして、みちみち言ってるけど大丈夫。社長がケンタッキー持って帰ってきた。事務所帰ってきたら所属アイドルが別の肩取ってるんです。同じです。いやいや、見られたくなかった。いや逆見たなかったよ。ちょっと待って、それ調理用のおかまじゃん。調理用のおかまこれですか。お前、違います。お前ちょっと待ってって。お前、これお尻用のお玉です。お尻用のお玉って何や。お尻じゃないですか。モブちゃんのお尻が綺麗に取れるんやったら入れていきます。おー、重たっ。失礼します。行ってきます。あー冷たい。お尻大です。お尻がでかすぎてダンボールの底まで到達してしまいました。はい、じゃあこれを、石膏を取っていきたいと思います。持ってたよりもお尻がでかかったみたい。ほんなら石膏を作っていきたいと思います。学校に贈呈して鈴木モブのお尻の模写を美術部の方々にやってもらいたいです。えい、あ、これなんかポコポコ言ってるんですけど。こういうもんなん。いける。ダンスレッスンがあるのでまた固まるまで日をまたぎたいと思います。また明日。さあ次の日です。カチカチですね。剥がしていきたいと思います。うわ、ダンボールやばやばなってる。モブちゃんの尻像。ちょっと待って、重っ。これブツブツ、モブちゃんのお尻がブツブツなんじゃなくてこいつがブツブツなだけです。ヤスリでお尻をもうちょっと綺麗に再現していきたいと思います。完成し
お尻思ってたよりもよくできた気がする。おぶちゃんのお尻立て祭りたいと思います。健康でいられますように。大金が手に入りますように。ちゃいます。